あれがミス・メイソンですって。おお、なるほど。ホームローとするな。よいしょ。ホームローとするな。メイソンさん、お店を売りに出してるそうですね。ああ、そうだよ。もしかして興味があるのかい？どうございます？あれ？どうされました？あれ、この顔、あれ、あれ、どうされました？幸楽はお休みですか？もう一回顔を見てみましょうか。そうなんです。ずっと自分のお店が欲しくて。そりゃいいね。あれ、クッキー売ってませんでしたっけ？私の店はなかなかの好条件だと思うよ。あるなじゃねえよ。気を悪くしないで欲しいんだけど、店をやるにはちょっと若すぎないか？あれ、ステラおばさん。ステラおばさんのクッキーじゃねえよ。あれ、ひょっとしてフィンランドの元首相では？あ、いや、映画大ヒットでしたね。マイケル・ムーアじゃねえよ。あれ、あれ、実は稲妻イレブンのキャラクター人気投票ランキング1位でありませんか？五条じゃねえよ。これマサルじゃねえよ。また切り抜きがはかどるわ。ではないと思うよ。すぐに他の買い手がつくだろうからね。少し混乱してて、今までの人たちはまた切り抜きはかどりますな。あんたも考えただろうけど、店の経営っていうのは素人が思うほど簡単なもんじゃないんだよ。でも新たなる店主にはこれまでとは違った利点が。ダメだ、春菜にしか見えないもん。調査やペニーに手を貸してもらえるんだ。もう春菜だ、春菜。あの子がいるのといないのとじゃ大違い。